はいどうも皆さんこんにちはこんばんは。最近オーバーロード熱が再発しているマグロさんです。今度はオバロかよ。西洋国編マジ最高でした。フランです。主さん、オバロでは誰が好きなんですか？女性キャラではケラルト、カストディオが一番好きですね。彼女の腹黒い性格と見た目が超好みです。彼女を1位とするなら2位わかるか。ベサーレスですね。本気にして美容魔法を開発するあたり面白くて好きやと見た目。見た目ばっかりですね。西洋国はマグロさん好みのキャラがたくさんいますから、男性キャラの1位はです。長くなりそうだから言わんでいい。最後にこれだけ言わせて、先ほど言ったマグロさんの好きな女性キャラは、現在上映中の劇場版オーバーロード西洋国編で活躍しますんで、興味を持ってくれた方はぜひ見に行ってくださいね。何がとは言わんが悪魔かお前。勘違いするな。私は人間だ。主族名聞いてんじゃない。さてそろそろ実況しますか。前回、フランスはアイルランドやノルウェー、そして周辺の島々とアメリカまでの共闘歩となる島々を占拠していき、ついに、上陸作戦を開始し、見事3カ所への上陸を成功させました。確か思いのほかアメリカ軍が迎えてくれなかったんだよな。そもそもアメリカ軍ってどれだけの数がいるんですか？正確な数はわかりませんが、少なくとも150師団はいると思われます。少なすぎねえか。それとも1943年ならこんなもんだっけか。ちなみに工場数は532です。そこは安定的に化け物だな。これから爆発的に増えてくるかもしれませんし、ささっと東海岸を落とさないとまずそうですね。アメリカが圧倒的な物量で上陸部隊を抑え込んできたら勝ち目ありませんしね。アメリカの太平洋の島々防衛のために配置する手段を考えれば、おそらく本土戦は互いに五分五分の戦力でやり合いそうやな。それは朗報ですね。それで、大胆にアメリカ本土戦やっていきますか。一気に要衝獲得しようと動いてたら、アメリカとカナダ軍が現れ始めました。けど奴らなぜか識率低いな。無敵のフランス軍が上陸してきたんです。パニックになって識率どころじゃなくなったんでしょう。日本軍上陸の方に驚いて死ぬ奴も実際いたし否定できないな。さてフロリダの上陸部隊はそろそろ後続部隊と交代させて、東海岸のノーフォークあたりに再度上陸作戦を行わせましょう。ほんと海兵隊あっち行ってこっち行って大変だな。世界中観光できて羨ましいですね。お、じゃあお前も海兵隊入るか。よしていきます。クソが。さてさて北部も順調に進み始めました。そして相変わらずアメリカ軍の数は少ないです。さらにノーフォークへの上陸作戦も無事成功し、また一つ戦線が作られました。もしかしたらこの上陸部隊がこのままワシントン取れちゃうかもな。はいてことでワシントン占拠。はいな。南部は敵の抵抗がほぼなかったのでスイスに進めちゃいます。もしかして今回のシリーズ一番の強敵ドイツでした？うん、確かにドイツのが厳しい戦いだったかな。おいおい、一応油断はすんなよ。確かに敵師団が異常なほど少ないが、航空戦ではこっちボロ負けしてんだから。しかしニューヨークは相変わらず硬いですね。個人的にアメリカ本土の中で一番攻めるのが面倒な場所。まあ少しだけわからなくもないと。ほんのちょっと苦戦しましたが、無事ニューヨークが陥落。これで東海岸は完全にこちらの選挙下に入りました。あとは北米大陸横断進行してチェックメイトです。あとカナダの人も落としました。そんで落とした時に見に行って気づいたんですが、アメリカの五大湖港あるんですね。は、いやいやないだろ。いやほんとほんと見てこれ。なんなら海軍も存在しますよ。これは何の意味があるんですか？補給と万が一包囲された時脱出するためじゃね。海軍いるってことはここに造船所咲いてたってことか。このモット入れるだけでアメリカが少し弱体化しないですか？うん、まあ少しはするかもね。包囲してた前線の敵師団を殲滅しました。ただでさえ師団少ない向こうにはかなり痛いだろうな。しかし確実にまだ100師団はいるはずなんですが、ほんと一体どこに行ってんだか。メキシコに海兵隊を上陸させました。ここでさらに戦線増やすんですか？カナダとアメリカに多少メキシコ軍が紛れ込んでるので、それらを処分するには本国落とすのが一番手っ取り早い。追加で24の歩兵師団も送りましょう。さてさて現在のアメリカの降伏度は素晴らしい。半分切ってます。東海岸抑えてますしね。というかアメリカの戦死者少ないな。そうですか。むしろなんでこんなに死んでんだってくらい戦闘してないんですけど。ふむ、調べてみたらなるほど。どうやら太平洋で日本軍に50万人やられ、本土と太平洋でフランスに50万人やられ、なぜかイタリアにも50万人やられたっぽいな。ボッコボコじゃねえか。しかもタイにも12万人やられてんな。ボッコボコじゃねえか。もしかしてアフリカでイタリアに負けてるんですかね？ってことはアメリカどの地域でも惨敗してるってことか。リアルチート国家どこ行った？いやはや珍しいこともあるもんだ。さてメキシコ戦線、こちらも大して敵がいなかったので、すでに人を落とし、もうじき降伏しそうです。いたとしても今さらメキシコ軍に苦戦はしないがな。違いない。そしてそのままメキシコは降伏。これでアメリカ西海岸へ一気になだれ込めます。アメリカの降伏と敵にロサンゼルスを落とせばこの戦争も終わりそうですね。ですね。ちょうど援軍で来てくれたイタリア軍が加わり始めましたし、すぐに落とせそうです。ここぞとばかりに来始めてるなイタリア軍。まあアフリカ以外戦う場所なくて暇だったんじゃないんですか？まさか手柄奪う気じゃないよね。あんだけ助けられたんだから少しくらいいいだろ。さて、メキシコ部隊を最前線に再配置したんですが、驚いたことにアメリカ軍前線にいませんね。国守る気一切感じられなかったな今回のアメリカ。もうさっさとロサンゼルス落として終わらせましょうか。ほんとアメリカ3師団どこ置いてるんでしょうね。まあ大体約100師団はまだいるわけだけど、イギリスが降伏したことにより世界中の前線での師団不足に対応するため、アメリカ軍が少ない師団を割いて送っちゃったんだろうね。はい、というわけでアメリカが降伏。これにより連合国陣営の主要国家は全て降伏し、我らがフランスの圧倒的な勝利で幕を下ろしました。
ンドン条約が締結。これによりフランスは104州と傀儡国家を、イタリアは90州、日本は19州という結果に終わりました。予想以上にイタリアが獲得してますね。イタリア軍も一応アフリカやバルカンやイタリア半島に上陸してくる敵と戦ってましたからね。それでは生まれ変わった世界を見ていきましょう。まず欧州ですが、イギリスの半分とジブラルタルを回収し、他は基本傀儡化しました。ポーランドやギリシャなどはイタリアに併合された模様です。完全にフランスとイタリアで欧州分割してますね。史実じゃヘタリアと呼ばれ、フランスも戦勝国ずらしてる野郎なんて言われてるくせに。やっぱ最後の失礼だろ。ヘタリアはいいんですね。さて、アフリカと中東、こちらもほとんどイタリアが持っていき、フランスはイギリスの植民地をちまちま併合した程度で、スエズ運河はフランスがエジプトの回廊を含んだ領土を日本が傀儡化させました。なぜここに日本が出てくる？アジアだけに執着しとけよ。近くに大東亜共栄圏に加盟したイラクがいるせいですかね。さて、そのアジアですが、まだ日中戦争やってたんだ。インドやマレー、オーストラリアは完全にこちらの傀儡国にし、フィリピンとインドネシアの一部を日本が持っていきました。ちなみにハワイはフランスが併合し、ミッドウェイはアメリカの首都となりました。残った領土そこしかないからだろ。こんな小さい島でも空母7隻持ってるなんて、いつかでラーズ紛争的なこと起きそうですね。核戦争待ったなしだな。さて最後にアメリカ、東海岸の半分をもらいカナダとアメリカとメキシコは傀儡化させました。ルイジアなくフランス帝国に傀儡化されるとこんな国名になるのか。でもどうしてルイジアナなんでしょう。確か当時フランス領だったルイジアナをナポレオンがアメリカに売ったとか聞いたことあるけど、それに関係してるんかね。さてそれではそろそろ終わりにしよう。ちょっと待て、イタリアが巨大化してるんだが、ソ連が消えてますね。いや、あの後ソ連がイタリアに宣戦布告してきて戦争になったんだよ。最初消化不良の最終決戦が上書きできると思って喜んだんだけど、ソ連軍があまりにも弱すぎて全く映えなかったので全カットしました。ソ連軍がかわいそうだろ。弱いとか言ってやるな。そんで現在日本と東南アジアをめぐり戦争中ですが、こっちもこっちで国力に結構開きができちゃってるんで、ほとんどいじめになりますし、もういいかなって。日本が生き残れたって考えればいいんじゃないですか。思考を捨てたなフラン。さてそんなわけで本シリーズはここまで。視聴者の皆様、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価、それと X のフォローどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次のシリーズでお会いしましょう。バイバイ。